山口つよしは、ウェザーニューズの予報センター職員。ウェザーニューズの、ウェザーニュースリブの解説員。愛称は、グッサン。中学2年生の頃、本屋で手に取った、理科年表をきっかけに地震に強い興味を持つ。気象について学べる大学を目指したものの、理系科目が苦手で次に興味があった、法学部へ進学。その後、1995年に、医薬品会社に就職した。 1994に始まった気象予報士の試験に合わせる形で勉学に励み、1996年3月に気象予報士の試験に合格した。1996年の秋に転勤の打診があり、それをきっかけに医薬品会社を退社。転職活動をする中でウェザーニューズに出会い、1997年1月20日に入社が決まった。 1985年12月17日、京都市内にて2センチメートルの積雪がありそれをどうしても記録しようとしたのが気象への関心の第一歩。気象の記録の始まり。1986年8月25日正午、台風13号が沖縄に接近している様子の天気図をラジオを聞きながら記録。天気図記録の開始。法学部に入学。 アーチェリーの団体に所属。1996年7月にひまわりの受信機を個人で購入。自動車とどちらを買うかという話で家族と相談したが、ひまわりの受信機を選択した結果1年で壊れる。他にもこれまで受信系など計測機器の自作も行っている。特に、受信系はウェザーニュースリブ内で作り方を紹介している。しかし、 本人はもっと本格的なものを作りたいと言っている。1997年1月24日、ウェザーニューズに入社。しばらくして森田清照より声がかかり、西日本の道路気象を担当。大阪に3年間住む。放送局に配属時は地震発生時等に出演していた。広島の放送局に大雨で呼ばれた時に人生で初の気象解説をする。 千葉に転勤、本社配属になる、地小センター配属になる。2009年頃から地震発生時や地震などの特集に、同社の番組への出演を始める。2011年には、予報センター所属の宇野沢達也と共に、東日本大震災で警戒を呼びかけた。2018年6月中旬、同社の番組で、気象解説を始める。 2018年7月予報センターに配属。11年余り続いた気象観測は天気、気温、雨量、積雪、風向、風速、気圧を中心にしていた。2021年1月に春色予報というコーナーで小牧優衣が出演し、ブリをバーナーで炙る料理を披露した。ブリを広める目的の動画だったが、この影響で山口は ガスバーナーを自前で購入し、自分の食事の調理に活用している。スパゲッティのことを個人的にゲッチュと呼んでおり、全校のガスバーナーと共に、各女性キャスターとのフリートークのネタになっている。阪神タイガースのファンであり、福岡ソフトバンクホークスのファンである、内田祐希と、北海道日本ハムファイターズのチア経験者である、武藤彩美とプロ野球のフリートークも見られる。 ありがとうございます。